はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております三十でございますけれども、今日はねここ近鉄南大阪線の橋の里というところに来ております。橿原神宮の近くなんですけども、今日はねちょっとなかなか日本でも面白い珍しい鉄道スポットっていうのがありまして、まあ、タイトルにも書いてあると思うんですけれども、そこにねちょっと早速行ってみたいと思います。でちょっとね今回なんですけども、このスポットをね案内してくださる方に、ね、ちょっと、はい、登場していただきます。今回まあ、以前から何回もね動画には出ていただいてるんですけども、はい、あの尾崎と言います、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、案内してくださるということでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃ行きましょう、行きましょう、行きます、行きましょう、行きましょう。というわけでね、駅から5分ほどね歩いてきたんですけど、ここ住宅街なんですけどね、ここにあります沢田八幡神社。ちなみにね、あの撮影許可っていうのはいただいております。この神社なんですけどね、僕のね家の近くにも神社あるんですけど、まあ、それと似たようなね、言ってしまえばどこにでもありそうな神社に見えるんですけど、まあ、ここがそういうスポットになってると。そうなんだよね。なるほど、うん、ちょっと待って、何ですか、とんでもない見た目してる。いや仕方ないでしょ、このご時世なんだから。確かに確かに。じゃあちょっと行きますか。行きますか。おお。お、ちょっと待って、なんか聞こえるぞ。なんか聞こえるな、これ。何、なんだこの聞きなじみのある音は。ちょっと待って、うわこれすげえ。ちょっと待って、見えます、なんだこれ。これ鳥居ですよね。これ鳥居ですね。え、もうここ神社の敷地内ってことですよね。まあそうですね、ここ神社の敷地内じゃないですか。ちょっとね、テンポ早くね。遅いテンポだな。え、これね、神社の中に踏切があるんですね。敷地の中を真っ二つに列車が通ります。いや、すげえ。マジかこれ。近鉄や。すごいねこれ。さっき乗ってきた南大阪線が通ってます。準急の河内長野行き。すごい、ね。マジか。これ日本でもなかなか珍しいんじゃないですか。関西だとここが唯一じゃないかと、うん、関西の中では、ね、いやこれこんなん見ないですよ、まあ、近鉄ってそういう意味で面白い路線で、あの世界遺産のさ平城京跡とかもさ、うん、そう近鉄通ってるから、うん、また来たまた来たよ。せわしな、すごいね。すごいな、なんかこの落ち着いた雰囲気とは一変して、うん、すごい、なんかせわしいね、せわしいテンポがね。だいぶ早くない、ちょっとなん、うん、早送り見てみたいけど、パン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 みたいな。そう、これ何がすごいって本数結構多いんですよね。多いね。で南大阪線って多いじゃないですか。多い多い。こんな高頻度で神社を容赦なく突っ切っていく。おお。これ駅出発した直後ですね。そうですね。でこっちが大阪阿倍野橋方面。阿倍野橋方面。いや面白いな。これだから特急も通ってるってことですよね。ちょっと行ってみますか。行きますか、じゃあ。じゃあお礼して。あ、お礼してですね。はい。真ん中通ってダメなんでね。あ、真ん中は神様が通る、神様が通るみたいな。すいません、そうです、忘れてました。おー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 、これ今通っていったのは桜ライナーです。進行方向右側にカーブしていきまして、まあ、通過していくという感じになります。橿原神宮前から吉野線に入って吉野まで行くやつですね。じゃあこの領域っていうのは、列車は神の領域をこう通っていくと。で神様こう真ん中歩いてますもんね。真ん中に行くんですね。神様は踏んで渡るのってことですよね。そうだよ。それを列車は容赦なく通っていくと、うん、これどういう経緯でこういうことになったんですか。いい質問だね。この神社自体はね、もう江戸時代からある神社で、うん、あ、そうなんですか。結構古い歴史の、ね、なるほどなるほど。ということは近鉄が走る前からこの神社があったってことですか。そういうこと。なるほどなるほど。え、ってことは神社があって、うん、じゃあすみません神社突っ切らしてくださいみたいな感じになったってことなんですか。そう、ね、そうなんだ。線路ができたのが1922年なんです、うん、で、まあ、なぜここを通るようになったかっていうと、もともとこの町の中心部を通ることを避けたの。なるほど、うん、避けた、町の中心部を通ることを避けて、でこの近くにね、まあ、新神戸みたいなもんやな。新神戸も三宮通ることできませんでしたからね、うん、でこう街の中中心部通るのを避けて、うん、でこの近くに中津山古墳というのがあるね。ほうほうほう。この古墳に沿うように線路を建設してる。なるほど。でこの中心部を避けたっていうのは、うん、これ別にこう街の人が反対したわけじゃない、うん、やめてくれって言ったわけじゃなくて、ああこの辺り結構そういう神社とか、うん、そう多いですよね。多い、うん、そう多くて、その辺のアクセスに便利になるようになるべくこう最短距離で線路を作った。で古墳に沿うように作って、たまたまここに神社があったから、あ、まあ、ここ突っ切れざるを得なかったという。そういうこと。なるほど。中心部を避けたらこうなりますよねっていう感じ、うん、
あの世界遺産のさっき言ったけど平城京跡のところとかはさ、あれ逆やん、先線路があってその後に世界遺産にあったから、まあ、突っ切れてるっていう感じ、うんうんうん、こっちはてっきりそういうもんだと思ってたんですけど違うんですね。違うね。先あの神社があってもう本当にそれこそまさに突っ切るという感じですよね。だからもともとここには列車が通ってなかったっていうことなんで、なんかこれ神社の敷地をこう、すげえ突っ切ってるから面白いな。中には切腹神社って呼んでる人もいるらしい。ああなるほどなるほど。あの終点である大阪阿倍野橋、はい、あそこは近鉄で一番利用客が多い駅なんですよね。結構驚かれるかもしれません。難波とか名古屋とか、京都とか、ね、そういう駅よりも利用客が多い、まあ、その路線なんですけれども、たくさんのお客さんをね、線路幅としても狭い狭軌で支えておりまして、神社を突っ切るということもしております。せっかくやっぱ神社に来ているので、ね、参拝したいと思うんですけど、踏切の音聞きながら参拝するのはちょっと初めてなんですけど。後ろで電車が駆け抜けていく音、踏切の音をね BGM にしながらね、なかなかこういうのはね体験できることはないんで、鉄道ファンとしてはたまらなかったですね。ちょっと端の里を出発した列車はこのように、こちらは阿倍野橋方面です。進行方向左手にカーブ、結構急なカーブなんですね。その後神社の敷地内を突っ切っていくということになります。なかなか他で神社を、まあ、その突っ切る路線っていうのはあるかもしれんけど、特急が走ってるってなかなかないですよね。ないね。これはすごい。お、来た来た来た、桜ライナー、桜ライナー、これはすげえすげえすげえ。おー、これね、片方の阿倍野橋方面に向かう列車だけで1時間に7本走ってるとのことです。まあ、その中に特急とかもあるわけなんですが、まあ、これが上下線合わせるとなるとね、まあ、2倍近くなるということで、単純に考えますと 3,4 分に1本は列車がこう横切っていくということになるんですね。すげえ、神様もびっくりするやろな、これ。こんだけ通ってね。突然ね、僕も人生で初めて電車の音聞きながら参拝しましたんで、うん、ムーンライトながらが配置されませんようにということで願っておきましたんでね、まあ、どうなるかというところで。さあどうでした今回。いやすごい、めちゃめちゃ良かったですよね。そうですね、うん、あのやっぱ神社って神聖な場所でなかなか行かないんで、いや本当にね、面白いスポットを紹介してくださってありがとうございました。あ、こちらこそ。いやなんかその由来みたいなのも知れてね、面白かったです。いや楽しかった。そう、駅から結構近いんですよね。5分ぐらいで。そうそうそう、だからぜひぜひ、そう面白い、こうなんていうの、非日常のこう写真とかも撮れると思うんで、うん、まあ、これぐらいも迷惑だけは ね、 そうだね、ないように、それだけですね、はい、気をつけ て、 もらって、気をつけて、そう、はい、行くっていうのが一番いいと思います。最後に1個だけ言っていい？いやもちろん。これマスクしてるでしょ、うん、メガネ曇って何も見えない。じゃあ、ね、それ最後でいいの。あの彼、あのザキチャンネル、あの鉄道でね面白い動画出してますんで、よければぜひぜひリンクを概要欄に貼っとくんで、よろしくお願いします。あそこ神が通る道なんで、どいてもらっていいですか。